1862年3月11日に破壊されたセンタービル軍用鉄道ブルラン川のトレッスル橋。落下した線路とトレッスルが見えるセンタービル軍用鉄道はアメリカ南北戦争時代の1861年11月から1862年2月にかけて南軍によって建設された世界最初の軍事専用鉄道である。センタービル軍用鉄道は マナサスジャイクション東側のオレンジアレクサンドリア鉄道からブルラン側を渡ってセンタービル台地の南側まで付設された全長5.5マイルの分岐線であり、最終的には現在の国道29号線とバージニア州道28号線の交差点付近まで延長された。1861年7月の第一次ブルランの戦いで勝利した後、 南軍のジョセフ・ジョンストン大将は数に勝る北軍に退治していたが、彼のポトマック軍は、バージニア州フェアファックス軍中央部を横切るように、マイナーズ、ヒル、フリントヒル、ポヒック、アコティンク、アナンデール、マンソンズ、ヒル、メイソンズヒルにかけて、薄く引き伸ばされていた。より良い防御体制を取るために、彼は部隊をリトルロッキーラン側とブルラン側の間の高地である。 フェアファックス軍生誕のセンタービル大地に集中させたが補給拠点は後方のプリンスウィリアム軍の鉄道分岐点であるマナサスジャンクションに置いていた。センタービル大地はマナサスジャンクションの北方6マイルに位置していた。南軍は入り組んだ基地や軍事拠点を連結させており、南軍機兵隊と先行警戒部隊と哨海部隊がフェアファックス軍庁舎付近までコントロール下に置いていた。 ポトマック軍は強力な取り出で防御されたセンタービルで投影に入った。10月になって雨が降り始めると前線の4万人の南軍将兵に対する補給は悪化してきたためより多くの兵士をセンタービルに撤退させた。後方ではマナサスジャンクションに補給倉庫が建設された。プリンスウィリアム軍とフォークヤ軍の間にあるサラフェア渓谷のチャップマンミルも補給デポとしての 役割を果たした。そこには100万ポンドを超える肉類が保管され、1861年から62年にかけてポタマック軍に食料を供給した。冬が訪れると、マナサスジャンクションから物資を輸送する荷車が通るセンタービルロードは泥沼と化した。この問題を解決するために、1861年10月19日までにセンタービルロードに 厚いが敷かれたが、うまくはいかなかった。11月初めまでに、補給担当士官のアルバート・マール少佐は、荷車を引く牛が海馬を大量に消費しており、このような状況で十分な補給を行うのは、現実的でないことを発見した。抜かるんだ、センタービルロードを牛に荷車を引かせる代わりに、予備及び六角した資材を利用して、鉄道を建設するという考えが、 現実的な案として浮上した。しかしながら、1861年11月7日、オレンジアレクサンドリア鉄道は、この新しい鉄道不設のために会社が保有するレールを使用することを拒否した。このため、トーマス・シャープ隊員の命令により、北西に直線距離で60マイルほど離れたウィンチェスターに保管されていたボルチモアハイオ鉄道のレールを使用する。 こととされた。レールはウィンチェスターからストラズバーグまでの20マイルは、ニ車まで、ストラズバーグからマナサスジャンクションまでの60マイルは、マナサスギャップ鉄道で運ばれた。1861年の時点で、南軍が露飼していた、ボルチモアハイオ鉄道の資材を利用したことは、当然のことであった。アラバマ第級不評連隊のマクレランに等兵は、11月23日の日記に、 6マイルの鉄道布設のために5万人が1日6時間働いており、平営で働く時間がないと記している。11月30日の新聞には計画した線路の完成には2ヶ月がかかるだろうとの記事が掲載されている。建設は12月にオレンジアレクサンドリア鉄道のマナサスジャンクションから開始された。12月14日の新聞記事ではこの新しい路線は 完全に調査、平坦化され、マナサスジャンクションからブルラン側まで4マイル、さらにそこから2マイル伸びて、軍の背後にまで達するとされている。1862年1月7日にセンタービルから逃げ出した第6ルイジアナ不評連隊の脱走兵は、300人が鉄道計画のために働いていると証言している。ピンカートン探偵者は1862年1月27日に、 この脱走兵の証言をもとに、鉄道建設が進捗していることを確認している。1862年2月5日の時点ではまだ、建設は継続しており、2月の第1週には、鉄道はまだ完成していなかったと思われるが、2月17日には、運用が開始された。線路は、センタービルロードの西側に沿って付設され、引き伸ばした S 字のような形状となった。 マナサスジャンクションからリベリアプランテーションを通過し、4マイル地点で新たにブルランガーに建設されたトレッスする橋を渡り、さらに1.5マイル北上したマートフ農場の平坦地が終点となった。期間はオレンジアレクサンドリア鉄道及びその支線マナサスギャップ鉄道と同じ4フィート8インチ12であったと思われる。またボルチモアハイオ鉄道から調達した。 平底レールが使用された。建設期間を短縮するために、排水やレールの安定のためのバラスト軌道は採用されず、また枕木の間隔は通常のバイトされた。オレンジアレクサンドリア鉄道の列車がマナサスジャンクションから引き入れられ、1862年2月の第2週から、北軍が南方に撤退した同年3月11日までの1ヶ月弱。 センタービル軍用鉄道は運用された。線路は軍への軽量の補給物資の運搬のみを目的とした軽便鉄道として設計されており、負傷兵など重量物を輸送する際に問題が生じた。当初使われた蒸気機関車は重量物の輸送には非力に過ぎ、負傷兵を積み込んだ貨物車を牽引できなかった。このためジョンストーンは負傷兵の運搬に鉄道を使用することを禁じた。 あとにより強力な機関車が使用可能となったため、ジョンストンは負傷兵を90マイル南方のシャーロッツビルにある南軍の大病院に輸送することを認めた。オレンジアレクサンドリア鉄道はこのジョンストンの決断に賛成しなかったが、ジョンストンはバーバー中佐に命じてシャーロッツビルまで負傷兵を輸送を実行させた。 1862年3月1日、バーバーはトーマス・シャープ隊員に命じて運搬物の種類別に列車運行を調整させ、また毎日の報告を行わせた。北軍の兵士たちは離れた場所からではあるが土木工事が行われていることを見ており、鉄道が完成するとセンタービルはほとんど難航不落になるのではと信じるようになった。 第一次ブルランの戦いで敗北したアービン・マクドウェル少将に代わってジョージ・マクレラン少将が北軍の司令官となっていた。マクレランはアメリカ連合国の首都リッチモンド攻略の責任を負っていたが、ブルラン側に沿った南軍の防衛ラインは強力すぎると考えた。このため、マクレランはブルランの南軍への攻撃を行わず、北軍の兵士を船で輸送し、 海側からリッチモンドに達する経路を使うこととした。センタービル軍用鉄道が利用された期間は極めて短かった。マクレラン少将の動きに対応するため、1862年3月9日、ジョンストン大将はセンタービル高地の防衛陣地を放棄し、ラッパハノック側の南への移動を命令した。この移動によって、マクレランが当初の計画していたラッパハノック側の 川口付近への上陸は不可能となり、代わりに北軍が確保しているバージニア半島南端のモンを取り出に上陸し、そこから半島を遡り、ウィリアムズバーグを通過して、リッチモンドに至るという計画に変更された。3月11日、南軍は撤退を完了した。線路は可能な限り破壊したが、レールの多くは残したままであった。 ブルラン側のトレッスする橋は破壊された。同日に北軍がセンタービルに入った。残ったレールは引き剥がされ、バージニア州内各所の線路の補修に使用するという決定が一旦離された。1862年4月30日、資材の元の所有者であるボルチモアオハオ鉄道はセンタービル軍用鉄道の調査に出向き、5月7日には 遺棄された資材の回収を試みた。ボルチモアンドハイオ鉄道のレールには、刻印がされているため容易に判別が可能であり、実際にストーンウォール、ジャクソン大佐のボルチモアンドハイオ鉄道襲撃の際に、バージニアの民兵と南軍が露隔したとものであった。しかしながら5月20日、北軍の補給担当士官は、保管されていた分も含めて、 センタービル軍用鉄道に使われたレールは、北軍の他の鉄道計画のために使用すると決定した。翌日、ボルチモアハイオ鉄道の社長であるジョン・ギャレットは、北軍がマナサス・ギャップ鉄道を補修し、シェナンド渓谷のナサニエル・バンクス少将への補給を容易にする計画であることを知り、これに対する抗議の手紙を送っている。5月24日、 ボルチモアハイオ鉄道は資材に関する詳細な報告書を提出した。6月7日、北軍は資材は返却せず必要な場所で使うとの再度返答をした。6月9日、ギャレットはボルチモアハイオ鉄道を修復する方が北軍全体のためにもより重要であると再反論した。最終的にはこのギャレットの要求が受け入れられ、7月末には センタービル軍用鉄道のレールは、すべて元の所有者である、ボルチモアハイオ鉄道に返却された。レールが取り外されると、世界初の軍事専用鉄道の跡は草木によって、すぐに消失した。ごく一部を除いて、その存在はほとんど忘れ去られた。ありがとうございます。